なんて言いますか、衛生商売のですね、現場の話であって、なんかかなり泥臭い話で、これまでのようなそのアカデミックな話は違いますが、まあ、少しでもその若い方にですね、参考になればと思ってお話をさせてもらおうと思っています。今日は若かった方もいるまあ何かの参考になるというか、まあ漫談だと思っていくよね。で、すみませんがちょっと待ってお話をさせていただきます。